やハロー、どうもこんばんは、マジラジオ芸人ハモアです。はい、現在1月15日土曜日の午前3時5分ですね。はい、ちょっとね、今日うちの母がね、朝の10時過ぎに家出ていくと、ちょっと用事で、なんでね、そこからちょっとリアクション取ろうかな思って、3時間ぐらいあるんでね、なので今はちょっともうちょっとで寝ようと思うんで、寝る前にちょっとだけね、おすすめのコーナー、いきなりやなおい。はい、前回はね、彼女と彼女の猫という、7分50秒、4話で泣けるというね、アニメを紹介したんですけども、さあ、今回はですね、僕が、おととしですね、2020年ですね、の、25作目で見たアニメですね。はい、それがこちらです。はい、1週間フレンズ、これね、当時僕が最速で累戦行かれたアニメです。4話で泣きました。はい、あらすじですね。高校2年生の長谷祐希は普段から人と関わろうとせず、いつも一人でいるクラスメイト藤宮香織と友達になりたいと思い、彼女に話しかける。だが彼女は、私友達の記憶1週間で消えちゃうの、とそれを拒む。少年との思い出を失い続ける少女と、その思い出を一つ一つ紡ぎ上げていく少年、たくさんの切なさとひたむきさが詰まった珠玉のストーリーということでね、これね、まず何がいいかというと、もう絵のタッチがいいんですよね。なんというか柔らかい絵のタッチというかなというかね。で、まあ主人公の、長谷祐希がね、とにかくまっすぐなんですよね。ほんまにひたむきに、藤宮さんにね、友達になってくださいと、もうこう手を差し伸べてこう、ね、頭を下げるシーンがすごくいいんですよ、これ。で、まあ、1週間フレンズという、まあ、その名の通り、1週間で、まあ、藤宮香織の、記憶はリセットされてしまうんで、もう毎週、月曜日かな、日曜日、月曜日の午前0時でリセットされるというね、ことで、毎週月曜日になると、もう朝一で忘れられてしまってる、その度に友達になってください、みたいなね、こう、長谷祐希がまっすぐなんですよね。で、藤宮香織がね、また天宮空さん、いいんですよ、これが。僕はもう天宮空さん、これで気に入ったみたいなもんですからね。で、この藤宮香織と長谷祐希がどういう風な関係をね、築いていくのかというので、まあ、4話はまあ泣けますよ。むちゃくちゃいい4話。多分4話だけ何回見たかなっていうぐらい。ちなみに僕はブルーレイ全巻と、コミック全巻買いました。ね。まあ当時は勧めてくれた、知り合いからデータをもらったんですけどね。もう気に入って全部買いました。ちなみに、メルカリで6800円でブルーレイ全巻買いました。ラッキーでした。特典も全部ついててね。で、コミックも確かメルカリで全巻買いましたけれども。で、また、このね、長谷祐希の幼馴染の桐生祥吾くん。これがいい味出しとるんですわ。すっごい、細谷義正さんやったかな。ごめんなさい、ちょっと今資料何もないんですけど。確か細谷義正さんだな。で、大久保留美さんが演じる、キャラ、山岸咲希。これもまあ、後に登場してきますけど、もうとにかくすごくいいとしか言えません。ほんまに。で、まず最終回、もうズタボロ泣かされましたからね。最終回がめちゃくちゃ良かったです。とにかく良かった。はい、まあちょっとね、僕はネタバレなしでいきたいので、とにかく見てくださいとしか言いようがないですけども、この優しいのタッチとね、もうとにかくほんわかした空気を味わえると思います。めちゃくちゃいいです。ほっこりします。めちゃくちゃほっこりします。さあ、そして4話でなぜ泣けたのか、あと最終回でどれだけ泣けるんでしょう。あとエンディングがね、天宮空さんが歌うスキマスイッチさんの奏でなんですよ。何回聞いたかわからなくて聞きました。めちゃくちゃいいです。はい、もうこれを聞くとね、もう長谷祐希くんのね、まっすぐさを見習わなあかんなと思わされます。で、3話のね、言えへんな、もう3話の黒板のシーンがめっちゃいい。3話の黒板のシーンで、僕はちょっとインスタに全部感想を残してるんでね、はい、1話ごとに、まあ、この頃はちょっとまだ適当言うとあれですけど、まだね、今ほどざっくりは残してなかったんですけども、ああ、そうそう、この3話の黒板のシーンがいいな。はい、気になった方はぜひ見てください。このね、すごくほっこりしますんでね。
はい、ということで今回紹介させてもらったのは1週間フレンズ。ちなみに全12話です。ワンクールで泣けるアニメとしては有名かもしれませんね。今んとこ多分ネット配信ないんかな、ちょっとわかんないですけどね。はい、ぜひ見てみてください。はい、以上マジラジオ芸人浜川でした。よかったら僕のねことは説明文にあるんで見てやってください。それでは、あ、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。さようなら。